最近ハマってることはスイーツ巡り、マリサだぜ。はい、ダウト。巨言。いや、嘘じゃないから。どうせ外食行ったら肉しか食ってないでしょ。そんな凛々しくねえわ。じゃあ外食おごりますよ。どこがいいです。そんなの焼肉に決まってんだろ、しばくぞ。おごりってなった瞬間すぐに化けの皮剥がれたんですけど。あ。そうねえ、私なんかスイーツ食べたいな。今からトリックロっても遅いんじゃボケ。そして私の最近ハマってることは雑草をどれだけ美味しく料理できるか研究すること。霊夢です。まあこれはダウトじゃないですね。次だな次。は？いや嘘だよ。何それ私そんなことする人だと思ってたの？いや石品の霊夢ならやりかねんからマジだと思ってた。だとしたら人倫からかけ離れすぎだろ。これは見抜けなかったので私は出し場のカード全部もらいますね。何お前は一人でダウトやってんだよ。そして私の最近ハマってることは裁縫、ヨウムですよ。は、ダウト。嘘じゃありませんよさすがに。そこは空気読んで嘘つけや。ヨウムセンスない。いやなんで私嘘ついてないのにこんなボロクソ言われないといけないの？最近ハマってることは聞いてないのでお帰りください。うわなんだこのマシン。どうやらこれはじゃんけんに勝つとお金がもらえるらしいですよ。でもゲーム券ってのが必要ですけどね。ゲーム券ってどこにあるんですか？それはヨウムのブラジャーの中とかに入ってたり。7777はしないか。どこ触ってんですか？入ってるわけないでしょ、切り裂きますよ。じゃあマリサの中は？は、私に近づいたら殺すからな。いや、多分あの膨らみ具合じゃ入ってないか。それはそれでなんかクソムカつくな。探せおら、殺すぞ。いや、どっちなんですか？よし、デート券があるので行きますか。なんだよ、デート券って。デート券は、いや前回もこの説明したので前回の動画見てください。番宣やめろ。っておいおい待て、何これどういうことだ。デート行きますよ、マリサ。は？展開が急すぎて意味わからん。まあいいじゃないですか、行ってきなさいよニヤニヤ。ヨウム後でぬか漬けの刑な。ぬか漬けの刑？マリサが外食行きたいって言うからカフェ行くんですよ。ドキドキするなぁ。なんだよ、おだててもなんも出ねえぞ。おごりになるかと思ったのに。霊夢さーん。ひとまずカフェ到着です。よっしゃ肉頼むぞ。カフェって知ってる？肉なんてないですからね。あ、これうまいな。あ、これちなみにブラックコーヒーね。ブラックコーヒー飲めるってかっこいいだろ。うん、かっこいいよな。いやマリサ一口飲んだ後すぐ角砂糖15個くらいぶち込んだでしょ。絶対飽和状態になってますってそれ。あとあのウィスパー戦マリサのために頑張ったんだ。霊夢。お前あの時一回も攻撃しないで全部私に任せてなかった？おいこら事実を淡々と暴露するのやめんか。実際マジでマリサのファイアに任せっきりでしたもんね。いやなんだしこの演出。好感度レベルが上がった時に出る演出ですね。ちなみにこの好感度はバトルにものすごく影響します。これがミートピアの醍醐味と言っていいほど。アピールですって、火力が単純に上がりそうなやつですね。しょうがねえな、バトルで強くなるなら仲良くなってやるよ。マリサさん素直じゃないですね、ニヤニヤ。ヨウム後で漬物石の頸椎かな。だから聞いても内容わからない警告出そうとするのやめて。アドバイスは回避行動ができるようになる。素晴らしいですね、このままじゃんじゃん好感度上げますか。私は乗り気じゃないけどな。ちなみに私お金持ってきてないからおごりよろ。は、私もないから逃げよ。ふざけないでくださいマジで。さて、じゃあ旅を再開しますか。どこまで旅行ってたっけ。いやまだ2コースしか進んでないですが。おかしいだろ、パート5でこの進み具合って。こんなペースだったらいつまで経っても完結しませんよこれ。完結するとして10年後になってそう。うちのうぷ主ならあり得る話です。おいそれ何が言いたいんだ。投稿頻度遅いんじゃハゲ。ハゲてねえよ、しっかり猛根そびえ立ってるわ。どこがだよ。高いまバリバリ大学受験期に差し掛かってるんだし仕方ねえだろ、受験殺すぞ。当たる場所ないからって受験に当たるのやめて。そして前回助けたウィスパーの顔が戻りますね。こいつは外見はのんびりして何の個性もなさそうだったが、中身は個性のない自分が嫌で必死に司法試験の勉強に励んでるっていう、なんかとんでもない細かい設定を持ってる第一村人だな。何度聞いてもわけわかりません。やった元に戻れた。よかったですね。まあいろいろ頑張ってください。まあ頑張るよ、勉強してね。確か法科大学院卒業しないと司法試験受けれませんから今26歳くらいだったりします？今僕は20歳だよ。は？どうやって20歳なのに4回受験できるんだよ。僕は一応司法試験予備試験合格したから早く受けられるんだよ。話が難しすぎてついていけない。私から言えることはとにかく頑張れ。そしてお金もらったのでまたなんか買いますね。はぁ、司法試験なんて難しい話するから頭パンクするところだったぜ。てか、え、何こいつ。いや、え、マリオじゃん。マリオですね。マリオだな。マリオネットじゃん。それはちょっと違くね。正直よくわかりませんが行きますか。なんで別ゲーのやつが堂々といるんだよ。あれですよ多分、マリオのゲームやってねーって言いに来たんですよ。番宣目当てかよこいつも。うわほんとまんまマリオじゃん。まんまみーや、なんつって、く、待ってこのギャグ自分で言ったけど面白すぎません。まあなんだろうな。純粋に死んでほしいよな。辛辣すぎる。こんにちは、私マリオ。それは見たら一発でわかるんですが、なぜそこに。ねえあなた任天堂のこと好き？これまた唐突に質問飛んできたな。で、霊夢さんは好きなんですか？任天堂のこと。そうですねー。いや何それ私知らないんですけど。知らないの？いや嘘こけ、絶対知ってる。私は任天堂の大ファンなの。マリオさ？それでね、任天堂が発売してるフィギュア、アミーボって言うんだけど。あ、アミーボですか。任天堂さん私のアミーボ発売してください。届かぬ思いやめろ。
見たいなぁ。ねえ、あなたアミーボ持ってる？おい、ウプ主アミーボ持ってるよな。持ってなかったらギロチンで千切りするからよろ。この人たちといると毎日が人となり合わせなんだけど、待って、やったかな、買った覚えねえわ、探してみるか。せめて一個でもいいのでよこしなさい。てかこれでありませんでしたとかいうオチだったら、このマリオと話してる時間すべて無駄だからね。そんなこと言わないで。どうやらウプ主が汚い部屋からアミーボ発掘してるらしいから、ちょっと待ってろ。だってさ、正直汚いウプ主さんの部屋からアミーボ発掘するなんて化石掘り出してるようなもんですからね。懐かしすぎだろそのゲーム。じゃあちょっともう一個質問していい？あなた任天堂のゲームで何が一番好き？ウプ主曰くマリオ&ルイージ RPG4 らしいですね。確かに、ずっとやってたって言ってたなあいつ。マジであのゲームは神。RPG を期待してたけど、そのマリオ&ルイージ RPG の携わる会社が潰れちゃったんだよな。結構好きなの意外なゲームなんですね。てか最初にゆっくり実況したいって思ったゲームがそれだもん。それが発端になってるの？てかいいから探しなさいよ、見つかったの？いや、あともう少しで見つかるので少々お待ちを。ずっと画面が硬直してて見栄えが全くないんだが。じゃあ私のべっぴん画をカメラに押し付けときますね。おいマジでやめろ。お、これは見つかったようですね。何のアミーボなんですかね。ワクワク。ありがとう、なんて素敵なアミーボなの。どのアミーボかまだわかりませんね。お礼にこれあげるよ。お、なんですか。ってマリオからマリオの服もらったんですけど。それ私の愛用の服だから。やった、これで私かの有名なマリオになれる。なんでヨウムが先に来てるんだよ、ずるい。あ、ちなみにその服着てから1週間洗濯してないから。はぁ、あっぷね、よかった着なくて。ヨウムありがとう、先に来てくれて助かったよ。汚な、マジで汚いんですけども。さい、この服は絶対。そりゃ砂漠ステージクリアした後脱ぎ捨てた服だから、めっちゃ汗吹っ飛ぶよ。いやー、もう風呂入る。あ、どっか行っちゃった。いやマジで草なんだけど。てかこの服草、ここに置いてくんじゃねえ。あの本人いますけど。知らねえよ、こんな悪臭ゴミうちらに押し付けてくんな。悪臭ゴミ？てかまってまだあるんですかアミーボ。なんか部屋あさってたら3個見つかった。お、何と何と何だ。さっきのマリオとカービィと出てるのアミーボだな。お、ほんとだ、そのアミーボのコスチュームもらえるんですね。これは上にカービィが乗ってて可愛い。これは多分普通に着れるから、俺着てないし。最初からそういうのよこせやかす。ほぼ初対面の人の口の利き方じゃない。じゃあ初対面の人に悪臭ゴミ押し付けてくんな。正論すぎる。で、最後はデデデのアミーボで終わりですね。これも多分アミーボタップしたから、デデデのコスチュームが、コスチュームが、コスチュームが、コスチュームが。いや、なんでデデデだけはコスチュームじゃなくてゲーム券だけなんだよ。人気ないからコスチューム作られなかったんじゃない？え？そんなことある？ほら霊夢も落胆してる。デデデのコスチュームより全然ゲーム券の方が嬉しいんだけど。はい、早速デデデのアミーボでゲットしたゲーム券使ってみましょう。お、じゃんけんマシーンにチャレンジですね。マジでデデデに申し訳ないけどやるか。マリサ、絶対勝ってください。勝てば500ゴールドですよ。まあ任せろ私に。言っとくが俺はそんな雑魚じゃねえぜ。行くぞ。さあここでマリサ選手何を出す？相手の動きを見ている。ここはチョキで行くぞ。お、ここは引き分け。マリサ選手この日のために相当な鍛錬を積んできました。田中監督も彼女は勝って喜んで良い素質の持ち主だと語っています。甲子園野球の実況か。てか田中監督って誰だよ、面識一切ないわ。おっと、ここでマリサ、勝っていく。く、やられた。賞金の500ゴールドだ、受け取れ。よし、これでいろんなもの買いますよ。もっと増やしていかないか？え？賞金を使ってもう一勝負。勝ったらなんと1000ゴールドもらえるぞ。いい話だと思わんか。1000ゴールド。マリサさんダメです。じゃんけんマシンはダブルダウンするとものすごく強くなります。ダブルダウンってブラックジャックじゃね？じゃあ家で。動画の撮れ高的にお願いします。はい。メタすぎんだろ。このダブルダウン後の AI は確率調整されてるので、本田圭介くらい強いですよ。俺本田圭介に勝ってペプシコーラもらいに行かなかった人だから。ただ損してる人じゃん。私は勝つ。おい、ふざけんな、こんな終わり方ダメに決まってんだろ、ぶっ殺すぞ。ってなんかいきなり歌い始めたんだけど、ちょっとマリサ黙ってて。歌詞聞いてるんだから。すいません。しょうもない。